ハロー版は節です。見てくれてありがとう。今回はボルクのデッドアイっていうやつですね。これを紹介していきます。標準でね、迷彩はデジタルっぽいやつがついてますね。で、狙撃手、有効射程が拡大、パーティクルアンプの効果にプラスってやつですね。あの射程が伸びるやつですね、これ。とそれと、あのボルクもパッチが実は当たりまして、弱体化ではなく今回は修正といった感じの方が意味合い的にはいいのかな。なんかね、射程が少し伸びたみたいですね。その前のパッチが当たって、でも最初の頃よりは多分短くはなってると思いますが、射程がねちょっと伸びています。それとリコイルがちょっと減っているみたいですね。まあ、ですので、ちょっと前のボルクより強くなっているといった感じですね。で、今から打っていきますが、パッチ前とパッチ後を比較していきたいと思います。ちょっと、言葉じゃね、うまく伝えれないと思いますので、もう今から流す映像をご覧いただければいいかと思います。はい、今ご覧になったのがボルクのパッチ前とパッチ後の映像ですね。その比較映像ですね。で、今回使いますこのデッドアイは普通のそのボルクとね、大差というかもう変わりはないので、ただ射程距離がこっちは伸びているだけですので、もうその比較もねやりたかったんですが、どうもね、ずっと頑張って射程距離を測っていたのですがね、普通のボルクでも十分届く距離ばかりありまして、もうそもそも射程距離が85と書いてありますこの通り、結構ほぼ無限射程なんですよ。ですのでこれも、それプラスちょっと伸びているって感じですので、ちょっと難しいかなっていう距離もこの武器ですと、ちょっと楽に倒せるかなっていう感じの違いですね。それでは実際に使っていきましょう。今回はアタッチメントにパーティクルアンプルだけつけてきております。これでね、また射程も伸ばして、増加という感じでね、止まっていきたいと思います。最初こっちかな、いたね。ピンポイントつけてきて、危ない、来るかな、来て倒す、来るか。で、パーソナルレーダーを使いながらやっていきます。デクスタリティつけてるからすごくリロードが早い。オッケー、うわー、後ろから来た、こい、そのまま登ってったかな、前にいるな、そこ、あ、ちょっと、ちょちょちょ、あ、ちょちょ、振り向けなかった、よし、よしじゃない、全然よしじゃない、取られちゃったな、おお、ちょっとびっくりした、待って、キルサが離れている、これは何とかしたい。おお、嘘。やるな。奥にいるぞ。こっちに来ないかな。倒す。来い。これいかん。ちょっと逃げて、リロードして、前から来るかな。あ、奥に行っちゃったな。来るか。倒せないか。ほい。惜しいぞ。ちょっと待て。腰ダメきついね。修正されたと言ってもちょっとこしらめはきつい部分があるな。テレテテレレレ。オッケー。ちょっとブレールね。ブレが気に、ああ、嘘、何今のラグ。ラグ先生に殺された今。近い。ああ、さすがにサブマシンガン厳しいね。レート高いんだよな、あれ。来るか。いるな。ちょっとこれ厳しいから逃げる。ちょっとこの矢体力がない。こっち来い、来い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 来ないね。あー、倒せない。
あー、ダメか。1位強えな。というか、この部屋のレベルがなかなかに高いぞ。よし、腕が鳴るぞ。 OK OK。 来るか。 UAV はそちらの位置に向かう。いるな。ほい。うわ、どこにいた。5点差か。いけない点差ではないぞ。エイム、エイム。前にいる、横にもいる。来ないかな。あー、もういるんだけどな。顔出してくんねえかな。自分の距離で戦いたい。敵の UAV か。黒を出しましょうかね。嘘、マジで最悪や。黒なくなった。よっしゃ、いいぞ。6キル差。オッケー。リスポン来ない。オッケー。帰ってこい。来ないか。奥にいるな。後ろから来るな。よし、来い。こっちか。嘘だろう、先に撃ってたのにエムがダメだった。これは惜しいことしたぞ。そこリスポン来るか。来たけど倒せるか。 OK。 来るかもしれない。倒す。よし。あ、もう一人来るな。いるんだけど、なんか今いなかった。倒せないか。なんか装備使ってるぞ。よし、あーブレだな。結構ブレるから。ほい、こい、来るか。横にいるんだよな。倒して。来ない。逃げる。後ろからも来てるな。ほい。うわー、バレてた。やるなー。来るか。うん、ちょっとそっちから来るか。激しいな。ほい。横、よ、あ、いっぱいいる、いっぱいいる。ちょっと上にいたの。カウンターか。ピンポイントとかなんかどうでもいいね。パークをつけてきてるから間違えて。ハードワイヤーつけたかったんだけど。痛い、ゴーストだこれ。よし。やばい。どこ？あ、いすぎだ。言い過ぎなんだよな、ここ。倒せないか、貫通じゃなくて、長弾で。ああ、怖い。よし、だけど、後ろ。ああ、来るか。ちょっとゴーストいるのきついんだよな。よし。初弾ミスると怖いな。クローが溜まった。クロー出して。ほい、来ないか。待って、いろんなとこにいすぎなんだよ。よいしょ。よし、いいぞ。ほい、そっちか。リロードして UAV 出して。ほほー、怖い。よいしょ。あ、なん、飛び越えた。なんで飛び越えた。来そうだね。いるぞ。うわー、マジか。あー、エイムするときブレる。ちょっと待って、ここはダメだ。オッケー。うわー、惜しいな。ここ上上がって、うわー、後ろからもリスポーンというか結構激しいね。よし、から行こう。ドローンパッケージを呼んでるから危ない。取りに来るんじゃないか。そこ奥にいるな。オッケー、何度か行きましたね。ちょっとブレる。おお、横にいた。ちょっとブレがやっぱ気になるね。ボルク、パッチで修正されたと言ってもすごいブレてる。パッチで修正されたと言ってもちょっとエイム時は難しい部分があるかもしれませんね。なんか
パッチ入れて弱体化させてまた修正するってそんな二度手間みたいなことするくらいだったらもう修正しないでっていうか、もうそもそもパッチを入れないでよかったんじゃないかと個人的に思うんですが、どうでしょうか。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。今回はまあちょっと修正されたボルクとデッドアイってやつですね、それを使っていきました。また次回別のパッチが当たった銃や新しい武器ですね、それを紹介していきますので、よろしければぜひ見てください。それじゃあバイバイ。